アルフォンゾ・ピラメイ・デ・カンドル、アルフォンス・ド・カンドール、正確には、アルフォンス・ルイ・ピエール・ピラムド・カンドルは、フランス系のスイスの植物学者である。国際総類、菌類、植物命名規約の制定に功績があった。パリで生まれた。父親は、植物学者のオーギュスタン・ピラミュード・カンドールである。はじめ法律を学ぶが、徐々に、 植物学の分野に移り、最終的に父親の後を継いで、ジュネーブ大学の植物学の教授となった。植物カタログプリドローマスシスタマティスナチャーリースレガニー、ベジェターバリスを含む多くの植物学の著書がある。父親のオーギュスタン・ピラミウス・ド・カンドールの仕事をもとに、植物の命名法の国際基準化の草案を作り、1867年の植物学会議において採用され、 現在の国際総類、菌類、植物命名規約の原型になった。1859年にスウェーデン王立科学アカデミーの外国人会員に選ばれ、1889年にロンドン輪廻協会から輪廻メダルを受賞した。科学と宗教に関する著書があり、1885年に科学と科学者の歴史の中でヨーロッパにおける科学革命の進展は、 圧倒的にプロテスタント信仰を背景にする科学者によってもたらされたと主張した。息子はアンヌカシミール・ピラム・ド・カンドールで彼も植物学者となった。ADC は植物の学名で命名者を示す場合にアルフォンス・ド・カンドールを示すのに使われる。ありがとうございます。